チャーリー・ナイトはアメリカ合衆国の女優。1955年ピクニックで映画デビュー。階段の上の暗闇でアカデミー助演女優賞にノミネート。1962年の乾いた太陽でポール・ニューマンの初恋相手を演じ、再び同賞にノミネートされた。1967年にはダチマンでベネツィア国際映画祭女優賞を受賞している。 また、シドニール・ルメット監督、グループ、リチャード・レスター監督、華やかなジョージ、フランシス・フォード・コッポラ監督、雨の中の女にも出演している。1960年代に、ハリウッドから離れて、ブロードウェイに重きを置く時期もあったが、1997年の映画、恋愛小説家で、ヘレン・ハントの母親役を演じて、以降、再び映画の世界での活躍の場を見出した。 テレビでは、ジェシカ・おばさんの事件簿、シリーズ、ローオーダーといった人気長寿番組に出演したほか、コールドケース迷宮事件簿など様々な番組でゲスト出演することも多い。私生活においては1959年に俳優のジーン・パーソン、1969年に脚本家のジョン・ホープキンスと過去に二度結婚している。その間に二人の娘を設けており、 ケイトリン・ホープキンスは、女優、ソフィー・ホープキンスは、脚本家についている。2020年4月22日、テキサス州サンマルコスのケイトリン・ホープキンスの家で死去。83歳坊津。バーンズ、マイク、シャーリー・ナイト、アドベンチャラス・アクトレスツー・タイム・オスカー・ノミネー、DS アット83。ハリウッド・リポーター、htps t、PS。 w w w h a r w o o d r e p o r t e r c o m ニュースシャーリーナイトデッドスイートバードユースダークアットトップスターズダチマンアクトレスワズマイナス83から113万36362020 36年4月23日閲覧エンドレスラブ映画海外ドラマのスターチャンネル BS1 で恋愛小説家作品情報映画 .com ありがとうございます